語学学習とは、人と話すことです。本を読むことではありません。問題を解くことでもありません。実際に人と話すことです。実際に人から学ぶことです。文化を学ぶことです。なので、語学学習は本を読むことではありません。人から学ぶことなのです。